6選手がピットを離れて待機水面上へ登場しました。迎えるカードは準優勝戦2つ目第11レースの開始です。1号艇は中村亮太、2号艇堀本裕也、3号艇飯島明宏、4号艇中井俊介、5号艇原田智和、6号艇森作光太、以上の6選手の対戦です。スタートまでは1分を切りました。並びは定番順となっている作戦待機行動です。イン1コースは1号艇中村亮太、トーチは久々5年ぶりの参戦でしたが、オール3連隊の成績でここまで来ました。2コースは2号艇の堀本裕也、堀本も今シリーズは軽快な運びを見せています。センター3コースは3号艇の飯島明宏、飯島は前半カード勝ち星が上がりました。トーチは実績ある水面です。そして後方引いて角1、4コースは4号艇中井俊介、5コースは5号艇原田智和と大阪の2人、サイアウト6コースは6号艇の森作光太、地元の森作、オーストロックコースからの戦い、ファイナルに名乗りを上げることができるでしょうか。風はホーム、緩やかですが、向かい風のコンディション。枠下り3対3の並びで、スタートまでは10秒切っています。第11レースはインコースから、1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。センター3コースは3号艇の飯島が好スタートを切りました。陰線からは1号艇中村、1周目1マークへ向かっていきますが、インコース1号艇中村を押し切るところ、2番3番この辺りは競り合うとなって、内側からは4号艇中井、6号艇の森作、向こう上面へ入っていきました。2番手争いは混戦ですが、前は1号艇中村が大きなリードで1周2マークへ向かっていきます。スタートは前提正常でした。さあ現在2番手争いは4艇並んで迎える1周2マークの旋回、内側から6号艇の森作が先取っていきます。4号艇の中井、そして5号艇の原田が指してホームスレッジへ変わりました。さあ2番手の混戦まだまだ続いています。レースはこれから2周目、先頭1号艇中村抜け出して、2番手争いは現在4号艇中井が真ん中、外は6号艇森作、内から5号艇の原田、この3艇がほぼ並んだ状態で2周目1マーク。さあ2周目1マークは真ん中から4号艇の中井が進出か、内側から5号艇の原田も粘っています。バックスレッジへ入って2番手わずかに4番の中井が2停止ほど前です。5号艇の原田が現在3番手で、上位は1番4番5番なんですが、2、3番手の定冠まで僅差、内側から追い上げていく5号艇の原田。レースは2周目2マークの旋回。さあ内側から5号艇の原田が落ち着け気味に回りまして、4号艇の中井少しバタついて、再び2番手の水は接走となりました。レースは最終周回、先頭1号艇中村亮太は独走に入っています。2番手は今度はわずかに5号艇の原田が優勢、外から追っていく4号艇の中井、内からは今度は6番の森作も接近していきます。最終周回の大スターマーク、2番手は5番の原田が先取って、4番の中井が外を行く。しかし2番手らすいは5番の原田がここもわずかに優勢の格好、一定進行方には4号艇中井が追っています。後ろは定冠相手、6番2番3番の順、ラストコーナーの旋回へ移ります。さあ先頭1号艇中村の後方2着争いですが、内側から5号艇の原田がここはリードを取って、4号艇の中井は3番手、上位は1、5、4でゴールへ向かいます。先頭1番中村ゴールイン、2着は5番の原田、3着4番中井、後ろは2番の堀本、6番森作、最後方3番飯島ゴールインです。